どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾です。はい、今日もね、新作映画を見てきたので、レビューしたいと思います。今日ね、6月11日金曜日なんですけど、今日公開、金曜日公開ですね、新作映画、キャラクターを紹介したいと思います。本作は、ハズレや駄作が多いといえるジャンルの、邦画最高スリラーですね。だけど、個人的にはかなり期待していました。というのも、原案は、20世紀少年とかモンスター、あとビリー・バットなど浦沢直樹作品の原作者で知られる長崎隆さんです。もともと長崎さんは小学館の漫画編集者でビッグコミックスピリッツの編集長をやっていたんですけども、同社を退所した後フリーになって以降は漫画原作者として活躍しておりますね。小説も何冊か上梓されています。とにかく長崎さんの描くスリラーやサスペンスは半端なく面白いので、脚本と原案を手掛けたと聞いて、いやめちゃくちゃテンション上がっていましたということでね、いやこの映画すごく僕個人的には楽しみにしていたんですよ。この長崎さんは伏線の回収劇が本当にすごいですよね。あとミステリーやサスペンスを人間ドラマに溶け込ませる手腕も毎度ながらお見事だと思います。日本映画はちゃんとしたミステリーが書ける脚本さんがあんまり多くない印象なので、彼の描く作品は本当に楽しみです。そしてミステリー作家としても僕個人いろいろと勉強させていただいてます。最近妙に書店で押されている僕の作品「偶然屋」っていう小説があるんですけど、あれはですね、実は長崎隆さんが原案されているモンスターの影響をかなり強く受けています。僕の作品を読んで、なんでこれモンスターじゃねえかと思った人も多いんじゃないでしょうか。その印象というか感想はかなり正しいです。まさにその通りなんですよね。で、そんな長崎さんが今回手掛けた作品がモンスターじゃなくて、キャラクターです。キャラクターは映画版より先に小説版とコミック版が出ているそうなんですよ。で、僕ね、両方とも読んではいないんですが、映画版は小説版もコミック版も内容が一部改変されているようです。なので小説やコミックを読んだ人も違う展開が楽しめるはずです。というわけでストーリーをざっくり簡単に紹介したいと思います。主人公は山城圭吾。漫画のアシスタントをしていて、夢は売れっ子漫画家になることですけども、なかなかうまくいきません。彼は絵はとてもうまいんですけど、優しい性格の持ち主のためリアルな悪人が描けない、要はキャラクターが描けない漫画家なんですね。小説と同じで漫画の世界でも人間キャラクターが描けないのは致命的です。そんな彼は編集者に新作を見てもらうんですけども、やはり悪人キャラクターが薄っぺらいと剣もほろろに突き返されてしまいます。自信作だっただけにショックを受けた彼は、もともとこれを最後の挑戦と思っていたので、筆を折ることを決意します。そんな彼には婚約者である夏美がいて、彼女はもうすでに妊娠をしているんですね。いつまでも夢ばかりを追いかけてはいられないというわけなんですよ。30過ぎるとそろそろ現実を見ていかないといけないですよね。実力があっても運と才能がないと創作の世界では生き残ってはいけない、やってはいけない、まさに残酷な世界なんですよね。まあそんな世界に僕もね、今身を置いているわけなんですけど、それはまた別の話。そんなある日、山城圭吾はボスである漫画家から、街並みのスケッチをしてこいと頼まれます。まあ、彼にとってこれが最後の刺激、仕事になるわけなんですけども、彼はですね、快諾して早速夜の住宅街を歩きます。幸せな家庭が住む家のスケッチが仕事の内容。圭吾は該当しそうな豪奢で立派な家を閑静な住宅街の中に見つけて、早速スケッチを始めます。家の中からオペラが大音量で流れているんですよ、そのお家。不審に思った彼は思い切って玄関のチャイムを鳴らしますが、返事がない。そこで家の中に入ると、なんと一家4人の惨殺死体を発見します。さらに庭で犯人の姿を目撃しちゃうんですよね。
で、その後、警察が駆けつけてきて、この清田と、清田じゃない、清田と真壁の刑事コンビに事情聴取を受けます。しかし、圭吾は犯人の顔は見てないと嘘をついて、この凄惨な現場と犯人の顔から得たイマジネーションで、34という漫画を描き上げます。数字の34と書いて34なんですけども、リアルな犯人を投影させたことから、連載は異例の大ヒットを遂げて、圭吾は売れっ子の漫画家に上り詰めます。今では超高級マンションに奥さんとなった夏美と一緒に住んでいるんですよ。夏美さんは妊婦さんですね。しかし、漫画、34を模倣したような一家殺人事件が次々と起こります。それはどういうわけか、幸せな4人の一家を狙ったものでした。そのことに着目した2人の刑事は、事件の真相を究明するために捜査を始めます、みたいなね、そんな内容になっています。はい。というわけで、これから詳しくレビューしていくわけですけど、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画、キャラクター、評価額はズバリ。1200円、良作です。はい。なんかね、面白くなりそうで、なかなか煮え切らないサイコスリラーといった感じですかね。とにかく、次から次へと目まぐるしく展開するし、中盤以降にとんでもない急展開があって、これにはね、かなり驚かされたりするので、いや、この後一体どうなっちゃうんだろうって、最後まで目が離せませんでした。なのに、なんかね、今一つ煮え切らないんですよ。なんだろうね、この残尿感。面白くなりそうなのに、面白かったとは言い切れないもどかしさが最後まで残ってしまう作品でしたね。長崎さんは漫画家が登場するストーリーを今までにも数多く手掛けていて、もともと現場の人だったから、漫画に関する描写はリアルで緻密だったりします。今回は漫画と同じ殺人事件が起きてしまうという、ミステリー作家なら一度は思いつくようなストーリーなんですよ。この手の話は、実は漫画家が犯人で二重人格でした的なね、オチになりがちなんですけど、本作はそうなっていないのでご安心してください。 このオチだったら嫌だよね。さらに意外だったのは、この映画グロシーンがかなり控えめでした。もっとスプラッターな殺人シーンというか、惨劇シーンみたいのが出てくるんじゃないかとね、予告編を見ながら結構身構えていたんですけど、一家惨殺シーンは一応ね、出てはくるんだけど、全てね、事後なんですよ。その途中経過はね、描かれません。香港人肉饅頭とか、先日レビューしたばかりの香港ホラーのドリームホームみたいな、えぐい描写はありませんでした。グロ的には昨今のスリラー映画としてはかなりマイルドな方です。ここは好き嫌い分かれますかね。グロシーンなんかなくても、ストーリーで見せてやるんだからねっていう作り手の意気込みかもしれません。もしそうだったとしても、その意気込みは今回若干空回りしていたような気がしないでもない。物語は犯人サイドと刑事サイドで語られていて、その中継点に主人公の山城圭吾が存在するという、そんな感じになってるんですよ。刑事ドラマパートはなかなか見せてくれるんですけども、肝心の犯人サイドが若干弱いのかなと思いました。犯人のサイコパスぶりが案外に凡庸で、そこが浅いんですよね。犯人がそこまでするいきさつや、その、なんて言うんだろう、本人のね、トラウマとか、背景が描かれていないので、彼の人間性の深い部分が全く見えてこない。また、本作の大きな目玉となっているサイコパス犯人を演じた世界の終わりの深瀬さんの演技と存在感。ファンの皆さんの間では、概ね好評のようなんですけど、確かにね、映画、
初主演というレベルで見れば、いや、相当にこの人持っている人だなとは僕も思いましたけど、まあそういうのは一切度外視すればですね、古今東西のサイコパス映画に出てくる、まあサイコパス並みと言いますか、まあどちらかといえば全体として凡庸かなと思いました。うまいんだけどね、そこそこうまいんだけど全てそこそこなんですよね。ここはね、芸達者な、経験豊かな役者さんに演じさせれば、もっと違うものになっていたんじゃないかななんて思わないでもない。犯人に対しては、おそらく小説版の方が深掘りされているんじゃないかとは思うんですけど、映画では尺の関係でそこまで深くは描かれていません。なので、最古な人が最古なことやってるねみたいなね、そんな映像にしか見えませんでした。今回は小栗旬さん演じる晴太、そして中村獅童さん演じる真壁という刑事コンビが出てくるんですが、むしろこの2人がね、本作の魅力になっているんじゃないかと思ったほどです。特に小栗旬さんは先日デビューした罪の声で新聞記者の役を演じていましたけど、今回ね、その新聞記者の役どころとかなり似通っているんですよね。まあ、ちょっと被った感ありますけど、すごく良かったです。まあ、他にも夏美を演じた高畑充希さんも安定の存在感と演技力でしたね。というわけで、役者陣はとってもよろしかったとは思うんですけど、肝心のサスペンスやスリラーやミステリーが、ちょっと弱かったかな。冒頭から序盤までは緊迫感がめちゃくちゃすごいんですけど、終盤に近づくにつれて、これがね、グダグダになってくんだよね。特に気になったのはラストの方ですね。いつまで経っても警察が駆けつけてこないっていうのは、ちょっといくらなんでもあまりにもご都合主義すぎるんじゃねえのってね、ちょっと萎えてしまいました。はい。まあそんなわけでね、見終わると緻密なようで、なんだかんだ突っ込みどころが多いことに気づきます。上映時間も125分もあるんだから、もう少し犯人の人物像に深掘りができたんじゃないかなと思うんですよね。それがないと頭がおかしいから人を殺しました的な薄っぺらいサイコ野郎になっちゃうんですよね。というわけで、個人的にはすごく期待していたんですけど、悪くはなかったけど、期待には届かなかったかな。そんな一本でした。